だから見られ方も変わってほしくないしうん私はやっぱり向いてないその何かに誰かに 人生を左右されるのが向いてない自分でやっぱ切り開いていきたいタイプの人間なのでだからこれくらいやっぱりほったらかされてるのがちょうどいいんです。 うん、結構深夜だからぶっちゃけてるけど <laughs> 普段の配信ではこんな話しないからね言うけど <laughs> うんやだねやっぱ見られるのはすごくだって私は何も変わってないから。 だからそれがすごい嫌でしたみんなの中で見え方が変わるのが嫌でずっと病んでた <laughs> <laughs> かな なんかそう今まで通りがいい理科は今まで通り接してほしいし接するし人はそんなすぐ簡単には変われないので。 そう結構割と私は私っていう生き方をしてるかもしれないなんかそこまでだからみんなに結構おめでとうとか言われてなんかああそうなんだそんなに重たいイベントだったかってなんか結構カジュアルに考えてたかも <laughs> もっと。 カジュアルにいやでも相当 私も悩んだし。というかなんか、これは、みんなのことを、みんなが悩むだろうなと思って悩んだ。それが一番辛かった。なんか、人の気持ちがわからないわけじゃないから。うん。 サイコパスなんだよ私はだけどやっぱみんなが辛くなる嫌だと思う見え方が変わる素直に応援できなくなる今まで生活の中心にしてたものが崩れるそれがすごく辛いことだと私は 知っているからなんかそれですごいつらかったからなんか「幸せですか?」とか聞かれるけどいや全く <laughs> どうなんだろうそれはって思っちゃうよね。 なん,かなんか私に幸せそうだねって言ってくる人は私のこと何も分かってないなって思うね結構私の中でどれだけの割合ファンの人たちが占めてるかっていうのを理解してくれてる人じゃないとなんかえだからね私一人だけ言われたんですよ。 発表頑張ったねしんどかったねもうあこの人は私のことすごく分かってくれてる人だって思ったその人だけほんとよく頑張ったねしんどかったねって言ってくれた普通はさなんかなんだろう まあオーソドックスに「おめでとう」とかデフォルトだろうけどやっぱりちょっと変わってるので私も <laughs> なんかあんまり、あ、そうこれも自分で言うなっていう話やけど、まあ、変わってはいるのでなんか「おめでとう」みたいな感じになっちゃうところはあったんだよね。 うん、ただあの期間は苦しかったことの方が多かったなうん今もちょっとひずってるけどやっぱみんなの 公開されて誹謗中傷あ、うんね、誹謗中傷は別にそんなだって今までもされてたし <laughs> 何が一番嫌だったかっていうとやっぱり今まで応援してくれてた人の態度が変わること今まで応援してくれてた人たちがなんか私に対して思ってた気持ちが 変わっちゃうことの方が辛くて嫌だった。となると発表後1回目の配信はマジで。 あれはね、でかかったね私結構もうずーっと苦しい暗闇の中にいたから <laughs>「大丈夫だよ!」ってみんながこう一斉に「いつもと変わらないよ!」って言ってくれたのがすごい私はなんかもうほんとどんな薬を飲むより効いた。 でもみんなさ何歳ぐらいなんだろう結構さ私と年離れてる人もいるよね同い年ぐらいとか、まあ、同世代ぐらいの人 まあ割とショック大きかったんじゃないか今まで応援してた人はね。と思うからそこのメンタルのケアをやっぱり。 してあげないととは思ったしやっぱなんか同世代ってさ別に全然関係ないどうでもいい人でもさちょっとなんかえー、あそうなんだみたいになるじゃん <laughs> そういうニュースって全然どうでもいい関係ない人とかでも同年代とか同い年とかって結構「うおおええ!」みたいななるじゃん。 それが応援してたら余計だよなとは思ったけどね妹が梨花さんと同じ年ですそうそうそういうのとかもさ結構あるじゃん結婚してすっごいなんだろう 推し変させないよ。<laughs> 私、あの、地獄の番人だからね。<laughs> 地獄沼の大魔王だから、あの、あれだよ。推し変させないよ。<laughs> <laughs> 我々に待っているのは就寝雇用と精神崩壊です <laughs> そうこの四文字熟語をねあのみんなは来年の元旦にも書くんだよ。習 <laughs> 字<辞>で「修 <laughs> 身雇用」って書くんだよ。<laughs> 精神崩壊って書くんだよ <laughs>。書き初めて <laughs> 無理だよ。教えんできないよみんな。かわいそうなことに。だって私も2割から離れるあのあれがないから予定がないから。 <laughs> そうだよ地獄の底まで一緒に行こうね逆に私もこう2割から完全にメンタルというか心を引き剥がせたらあの なんて言うんてううだろう本当の意味でもしかしたら幸せになれるのかもしれないけど <laughs> もしかしたらねここからあの何心を引き離せたらで癒着がすごすぎてもうなんか。 だから一緒に地獄に落ちようね <laughs> <笑><笑>やっぱここからは引き剥がせないそのなんだろうもう本当そうなんだよ癒着がすごすぎて だから一緒に地獄に落ちよう。約束ね。 いもろともに <laughs> 一緒に地獄に行く約束 <laughs> そうだよ地獄を征服して快適な場所にしようね え、そう。みんなは私を押すことの重みをまだ分かってない。<laughs> これがどんだけ <laughs> 人生に <laughs> 人生をめちゃくちゃにするか分かってない <laughs>。 <laughs> 私がみんなの人生めちゃくちゃにしてあげる二割目が2回目についてるのか2回目が二割についてる <laughs> どっちもだよどっちも 笑顔でそんなこと言う理香ちゃんすぎてささ <laughs> <laughs> よろしく頼むねだから、うん、私が人生めちゃくちゃにしてあげるよ <laughs> よろしく <laughs> よろしくヘラヘラながらもちょっと本音なのがまたかわいいちょっとどこじゃないよ <laughs> 大本音ですよ みんなはね、分かってないよまだ私を押したっていうその責任 <laughs> 責任を分かってない <laughs> 落骨優太を見習って 純愛を捧げるか。そう。みんなは闇落ちです。みんな闇落ち。<laughs> 失礼だな。純愛だよって言わないとダメだよ。言う <laughs> たー。 闇落ちダンマハムです <laughs> なんかちょっと美味しそうまあこれを言うってことは俺々の人生をめちゃくちゃにして責任を取ってくれ違う違うみんなが私の人生の責任を負わなきゃいけないから人生をめちゃくちゃになるよって「よろしくね」って言ってるってこと ちょうどこの前闇落ちって言われたなえっ真四さんって闇の死者じゃないの <laughs> そんなただの <laughs> えそうだよ闇の死者だよ彼は 知らないのそうだからみんなはこれからも増える私との思い出に恋をして死んでいくんだよ。<laughs> <laughs> わかった <laughs> は<ー>い<笑><笑>めっちゃ怖いこと言ってる <laughs> 私とこれからも増える思い出に恋をして死んでいけ オッケーさすがさすがだなオッケー、はいよー <laughs> ラメンチョーンのノリないよ。はいよ <laughs> カジュアルジにあおもろい。 はい、あ、え、ぎょい。ぎょいぎいステーキ。<laughs> ねえ、ぎょいぎょいステーキって何なの。<laughs> ねえ、ぎょいぎょいステーキって何。お願い、教えて。 レアに嫌がれる幸福でありますね <laughs> そうなの <laughs> 外面は愛が重い方がいいのまあそうだねだってダイヤなどの鉱石も重い方が価値があるでしょう なんか、愛を価値で測りたくないかもしれないけれど、私は重い方が、その人にとって価値があるのではと思ってしまうので、重い方がいいかな。 うんただ人の気持ちってあの簡単に支配はできないんですよそう 思い通りにしたいと思ってもできない。でたまにその愛と支配を間違える人がいるんだけど支配は愛ではない。自分が思い通りにならないから 愛せてないとか好きでいられないとか全て自分の思い通りにしたいというのはそれは愛ではなく支配なので思いとかってそういうことじゃない思い軽いとかそういうことじゃなくてただその人は自分の思い通りに支配したいだけの人なの。 そう愛というのはその人がその人にとって幸せとは何かその人にとっての最高の状態とは何かを考えることで。 その人のために何かできたり、その人のために自分の体が動かせることが愛なんですよ。私はそう思っていて、だから、愛が重い人は、イコール支配するみたいなのはちょっと違う。それはただの支配。 だから、私は思い合いは好きだけれど支配は嫌いです <laughs> 理解できますか <laughs> 相手のの幸せを願ううも愛だと思うそれも一つの愛だと思いますよ私はただ幸せを願われるのが嫌だと思ってる場合どうなのってなるけどねこれもまた深い話になってくるけれど <laughs> それは本当にその人にとって幸せなの自分が そう思いたいだけの偽善じゃないのって思っちゃうから一 <laughs> 緒に地獄行こうねとかさっきた <laughs> 確かに。 一方的責もダメだな。いやーちょっとでも私と2割の関係はなんか歪んだいびつな愛なので <laughs> ちょっと一言では語れない <laughs> ここはちょっとね難しいんですよね <laughs>。 <laughs> ここはちょっと難しい問題だよねハム太郎。でも2割は私のためを思って動いてるし私は2割の。 ためを持って動いてるしこれがじゃああのなんだろう愛じゃないというのならば何なのかっていう話になってくるどう <laughs> 深い <laughs> ねえねえ深い <laughs> 愛じゃよ <laughs> 私は2割なんです私のことを応援してる人たちが2割ですだからあなたが応援したいと思った時2割になったんじゃないですか ただなんか2割って一緒2割なの増えることはないからそうなんかなん温泉みたいにこう循環 <laughs> 循環してた誰かがファンになったら誰かがいなくなるみたいな <laughs> そう2割は常に2割だから。 全体としての2割ね何が全体だったのかわかんないけど割割は2割なのよだからその誰かが増えたら誰かがる減るみたいなそういうことじゃないとあの割合的にはなんかちょっと本当数学苦手なんでわかんないですけど無理なんですよね。 そうでしょだって2割って全体の2割20%じゃなきゃいけないから <laughs> 何が全体かは分かんないけどゃ <laughs> 母数もね増えてれば姉なんだけど。 そうななるとボスの人たちないねんってなる、うん、でもなんか最近いい感じに2割が闇落ちしてるなんかこの間あって思ったけどみんな程よく目に光がなくなっていいよ私闇落ちしてる人好きだから <laughs> 光は奪う私が。 そうなのですか <laughs> いいんだ渋谷リー。<laughs> <あ> <laughs> いや、いい感じに闇落ちてきてる。うん。いいよ。その調子。 みんな闇落ちしようね私が私だけが光であり続けるために他の光は奪う <laughs> 私だけがあなたたちの光であり続けるために <laughs> 他の光は奪うんです。はい 私がいればいいでしょだってお <laughs> おお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 お 僕は普段の仕事影響ます君はやる気があるのかね?」言われてあはい言いました <laughs> いいね私こそが唯一無二の光なのだってことでオッケー <laughs> <laughs> 理解が早くて助かるそうだそうだね <laughs> え主人公いるやめ落ちしたのにリガ <laughs> ちゃんいる <laughs> うん 闇のの中ににいる,のに私,がいるから私がいればそれでいいよねって話いやだから私は人の人生を崩壊させる天才になる <laughs> 人生めちゃくちゃいいんかい <laughs> 代表 <laughs> 全,国全国人生めちゃくちゃ委員会代表あ <laughs> っ <laughs> うん。私がいないと生きられなくなってね。<laughs> だからみんなはあのまあ一旦た既婚者置いといて結婚しちゃダメだし彼女作っちゃダメだし他の光を見てはいけない。<laughs> ダメ いけない洗脳ボイスやめな <laughs> 他の人を見てはいけない他の光を見つけてはいけない <laughs> 見てはいけない光はリカちゃんだけ <laughs> はい <laughs> いいねみんないい感じに目に光がなくなってきているよハハ <laughs> 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 闇落ち促進委員会全国闇落ち促進委員会代表えそうでもう漆黒の暗闇にの底のどん底にを突き落とす。 これが私のやり方 <laughs> えそう「全国人生めちゃくちゃ委員会代表」。 全国闇落ち促進委員会代表。<laughs> 全世界大魔王日本国支部代表。 <laughs> ディズニーってめっちゃ真逆の世界 <laughs> ワールドワイドだよ くさんくさいマルチショーなんで代表になりたい <laughs> <laughs> すでに競争で、そうだよ <laughs> あー喉痛い死ぬ痛たたたたた 愛が君の小さな肩に乗っているのはお薬とかありますか？うんあるっちゃあるけどねえ寝たでしょ？おいコメントしないやつら寝たな起きろ起きろおきろ 黄色 <laughs> めっちゃダメだよまだダメでももうちょっとしたら終わるからじゃもうちょっと我慢して ぜこれなんかあのどうやったらあ画面ロックってどうやってんだっけ スワイプあーいけたこれだはいはいはい。 んえっ何これよいしょよっこらせ <coughs> これな,なんか私言われてるえ何しつみんな不穏です。 な不穏なことが起きてるちょっと一個いい <laughs> 私マジで整形してないからね <laughs> 何何何 整形したら絶対レポするはずだもん <laughs>。っていうか痛いのが無理だから痛そうなのできないよ。誹謗中傷っていうか今。え何 あーなるほどねはいはいはいこれで、ね、私に来てるんだえー、私はですね整形をしたこともありませんし、えー、整形を誰かに促したこともありませんこれだけお願いしますね リカちゃんに予言。うん、ちょっとやばいの来たね。 大んでこんなことになるわけ毎日頑張ってさ生きてるのに。一回目毎日頑張って生きてるのに。 いや、あのね <laughs> 多分これあれだミナの投稿を勘違いした人が私に送ってきたんだけど <laughs> ミナがなんかあの。 二重かなんかの整形の話をツイッターに上げてて、それをやった先生の名前が中井先生っていうのって <laughs>。で、それで、なんか私に、なんか私が勧めたみたいなことになってて、その人の中では <laughs>。いや <laughs>。 そそうそうだしてないですそんなことは <laughs> 0から100まで妄想で草もありない <laughs> はい <laughs> やれやれ今すべての謎が解けた調べてたら違います私は えー、ヒアルロンさんすら入れたことはありません <laughs>。<laughs> ありませんし、えー、何もしたことはないです。すみませんけど。あ顔の配布ぐらいはあるけど、配布って、なんかターンオーバーを促進するやつだよね。 それも整形に入るのかなそうですナチュラルボーンカワチです <laughs> ボトックスだけやってみたいけどでもボトックス打つとなんかさあ 何聞き方が違ったりしてなんかダメな症例とか見ちゃうと私怖くなってもうできなくなるんだよね。そうだできないんだよね別に整形してる人たちがどうこうってわけじゃないよ別にそれはそれでいいと思う可愛くなるために努力してるし私にはできないことをしてる人たちはすごいなと思うけどでも私は 一個言わしてもらうとナチュラルボーンカワッチです <laughs> ごめんな、ちゃいちょっと言わんそうだよ、だからなんかやっぱりいじらなくても可愛いってことですよね <laughs> 黙るね了解えっ、ー、<laughs> 元が良くてすまんなえ <laughs> そうなのというかなんか なんだろうなここ整形した方がいいよみたいなこととかも言われたことあるしなんかまあ整形してる人たちがの方がまあ、やっぱ造形美的には美しいとされるのかもしれないけれど私は何だろうな。 そういうものに全然頼ってもいいと思うししてる人たちはしてる人たちですごい美しい綺麗な顔になれてると思うしなんかダウンタイムとかをね乗り越えるのって並大抵の精神力じゃ無理だからなんかそういうことをしてる人たちは本当に尊敬するし私もやってみたいと思ったことがある本当に。 そうただなんか今のままでちょっとメイクしてなんか可愛いって言われてるから別にいいかって <laughs> <laughs> 結局はなる、うん、結局はね 医療リスクとか考えて人に勧めるのは無責任だえ、そうってでも言われたことあるよこれやった方がいいんじゃないとかめっちゃ失礼だよね <laughs> <laughs> だけど、なんかしてる人は本当にしてる人で可愛いと思うマジですごいなとも思うしだけど私は別に <laughs> しなくても可愛いかも <laughs> <laughs> ダメだどうやって頑張っても喧嘩売ることになるどうしよう助けて。<laughs> <laughs> どうしよう <laughs> でもななんか実際 そのいいのかなまあでも怖いよね本当に私は怖いんだよねそれが一番あるかも何かかわくなりたいという欲より怖いが勝ってしまって無理なんだよねということは今のままで 大丈夫って思えるからまあいいかって <laughs> なるんだよね結局ねいや怖くないだってそれこそミリでさ印象って変わるからさ だってあれだよ私熾烈矯正でさ嫌だったもんあの裏にやるやつで一時期やったんですよでももうご飯も食べれなくなるぐらい痛かったしなんかでもさ歯はさ結構大事じゃんだしなんか生活に影響するから そう、めっちゃ痛くてすごい嫌だったしだからなんか秒で外したし <laughs> でマウスピースに変えたんですよ。でマウスピースだったらまあまあ続けられるかなと思ってやってるんだけどマジで痛い本当に痛いよだからあれ、マジで やれてる人すごいマジで。大尊敬花の上でめちゃくちゃ印象変わる超変わるし、あの、やっぱり、なんか、その、顎だったり、私、画家が絶妙なんだけど、左だけ。 なんかそういうのとかはひどくなるからやった方がいいよみたいな言われてやったんですよでもすごいなんか歯はねほんと自己投資だからやった方がいいマジで歯だけは現役4年半であと少し頑張れめっちゃ頑張ったねほんとに偉い!」 めちゃくちゃ痛いよ。手術強制。ただ、その、マジで自己投資です。将来、何か、健康とかに影響してくるし、やっぱり悩んでる人は、ちょっと高いお金出してでもやるべきと思う。これは本当にね、あの、マジで大事だから。 そうだし将来どうせやることになるなら今やっといた方がいいと私は思う歯はねほんと早めに治すのが貯金と一緒だと思うもう後になればなるほどお金がかかりますよ手術とかになっちゃうこともあるし、うん だかからなんか実質絶対先にやった方がいい歯は歯と歯だねあのー、ニキビがひどくて悩んでますって人とかも絶対に皮膚科行った方がいいしうんやっぱ これでねねやっぱり印象が変わります、ね、これだけはなんか清潔感につながるところだからしっかりやった方がいいと思う私は。床で対処できます。 皮膚科行ってお薬もらって一発でずっと繰り返してたの治ったって人もいるし。 なんかでも実際それだけで結構垢抜けると思う。<laughs> 大事だよね。 なななんかなあ,あれだなあえなに、その今のその世のイケメンといえばでその人なの横浜流星さんとかなのかっこいいとは思うけどマジでタイプじゃないな。 <laughs> こんなこと私に言われたって知らねえよって感じだろうけどあの, <laughs> あのタイプではないなかっこいいかっこいいともすごくねあのイケメンではあると思うけど。 個人的にはトム・クルーズもうさトム・クルーズは無理じゃんそんなの出されたら勝てる人いないじゃんえでも今の若い子たちからしたらあのまあだから女の子でいう石原さとみさんとかそういうことでしょ とか橋本環奈ちゃんとか誰になるんだろうイケメンといえばイケメン事情わからんなだって NG ワードだもんね <laughs>

いい,いいよねもう起こうんじゃだから。<laughs> それだけは。マジでイケメン。<laughs> 世代なんよ。世代なんよ。 ニューヨークシーティーボーイズなんよ <laughs>。ごめんねなーなんよ <laughs>。ごめんごめん。これだけ本当に。あの、許して。真夜中のーなんよ <laughs>。もういいよね。もういいよね。許してくれ <laughs>。 何かちょっとしそうだよによ <laughs> おもろい日のいだいやインスタフォローするまではちょっとまだ勇気出ないなちょっと怖いわ もういいよねもうよくない。もうよくないもうよくないなんと危機管理もできてます <laughs>。え、もういいよね。1時半だし、なんて言ったって。もういいよね。そうだよね。 大変だだったんだ私加入当初もう本当に何 <laughs> であんなになりすましができるわけっていう感じでなりすましできてましたからね。はい大変だってなんか偽物のツイプロとか作られてマジで最悪だったんだけど本当に。 大変だったよでなんかありもしない作り話を作られてなんか <laughs> 楽屋に行ったみたいなそのなんか共演した際楽屋に行きなんかみたいな <laughs> 捏造の話 <laughs> あれマジで笑ったもんなえ何の みたいなそんなねラフにね楽屋行き来できるほど私たちのセキュリティも甘くないしあの <laughs> まずあの知らん人やし1個はそんなしかも私にそこまでのコミュ力があると思うかじゃあ <laughs> 腹立つわマジでなんか そういう、なんか誠しやかに、ささやかれてたのよ。なんか。あの、楽屋に行って、頭、なんか、なでてくださいみたいな、言いに行ったみたいな。ゆか。バカたれ。<laughs> 言うわけねえだろ気持ち悪い。あ <laughs>、はあ、おもろい。うん、言わんよ。 <laughs> そんな選抜入りたてのペ a ペ p のピヨピヨができるわけねえだろうまずやろうとしたこともないわあとマジでこれは本当にあれなんだけどまあ信じても信じなくてもいいんだけどあのね どうでもよかったあの私がもうすでに加入した時にはマジでどうでもよかったあの一切なし感情 <laughs> ゼロ、うん、<laughs> なんならお金を返してくださいとまで思ってた。 うん、あの時、一生懸命頑張ってバイトして働いてライブ行ってたお金を返してくださいとまで思ってたぐらい、どうでもよかった <laughs> もう今だから言うけど、本当に そうだからなんか番組かぶるとかあってもああまた叩かれるなとしか思わなかったし <laughs> どうせまた言われもないことをこう書かれて叩かれるんだろうなとしか思わなかったしマジで足引っ張らないでほしいと思ってた。 感情ゼロでした <laughs> 申し訳ないけどもちろんそのなんか過去はあるよそういうなんか応援してた過去はあるけど全くどうでもよくてもう本当にだからなんかいまだに言われてんのとかマジでおもろい。 何、うん、か何を言ってるのずっとっていう、うん、もういいよね <laughs> ただあのー <laughs> ただあの <laughs> えいいよね気公者だからいいよね山田涼介さんだけはマジで顔がかっこいい <laughs> 本当に俺 <laughs> はお話し会とかでファンの人には普通に言ったりしてるんだけど本当にかっこいい顔がうん。 <laughs> それはそうね <laughs> でもさほらみんなが思うじゃんだってほら橋本環奈ちゃんがかわいいとかさそういう感覚と同じだから二 <laughs> 次元だよねマジで。 アクスタ買ったのじゃないよ。<laughs> うん。テレビの中の人って感じ、うん、それはすごくあるね ライブもいいぞうわーライブかーいやーしんどいなー <laughs> ライブは行きたいけどねでもなんかあのしんどいねやっぱ人目につくのがしんどいなと思っちゃうなそっちの方が勝っちゃうかもうん あと、私ほら、アフターザ・レインで忙しい <laughs> <laughs> アフターザ・レインで忙しいので、うん まあ知ってる人はね知ってるだろうけど。<laughs> DVD とかくればいいの何の何の DVD? でも私曲だけは分かるよ。 世代だからね。うん。え、何の話してる？平成で飛んでる人たちでしょ。<laughs> <laughs> 分かるよ曲だけはねえっとねリカねあれが好きだったよ。 あの何だっけな、何だっけ <laughs> 君はナンバーワンだ <laughs> 君がナンバーワンのやつねあれが好きやったよいい曲あれ普通に <laughs> えそうそう「ヤマイ・オンリー・ワン」のとこはねかっこいいよね ごめんね。わかんないよな、男。ポケモンの話しような。<laughs> そういえば、この間ラッキー公演に行ったんだよ <laughs>。ラッキー公演に行った。ラッキー公演だよな <laughs>。そう、ラッキー公演行ったの。 あのー、<laughs> あそこで「ポケモン g o でいつもラッキーを見るそうなの知らないなんかチーム C 社がポケゴ o してるから「ラッキー出る?」って聞いたら「全然ラッキー出ない」って言ってたけどね けどなんかめっちゃかわい普通にピカチュウとかもいて可愛かった普通にあそこすごい桜満開だったしねジムリーダーみたいだったでしょラッキーのトレーナーやってますジムリーダーのリカです 確率が上がってるだけでもっともっとレアポあええー、そうなんだポケモンよりジャニーズの。<laughs> えジョーイさんってなんだっけあーえっとあれかはい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 分かったかったうんポケモンセンターにねはいはいでもリカピンクの髪じゃないよいたた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  いやだジムリーダーがいいジムバッジピンクのリボンにするんだ <laughs> バトルしようぜ <laughs> えー、かわいいワンツースリーで飛び込め <laughs> いつか描いた未来が僕のジムループできますよ。ポケットにあるから始めましてはいつだって始めてさこれはまふまふさんっていう天才的な。 人が書いたポケモンの歌なんですけど本当に最高君に、ね「君に決めた」でで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 これねエティアライブでやるときは「隣君に決めた」ってねそらルさんとまふまふさんがねこう指さし合うんですよそこがもう最高ですよね <laughs> 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 わー隣君に決めてるってなりますからねはい。 あそう、ママさんよくねポケモン配信やってるからねただのオタク <laughs> <laughs> オタクですよ全然オタクもういいよねさすがに <laughs> <laughs> ああ最高だ何でも喋れて鎖を握ったりかちゃんっりかちゃんが楽しそうで何 <laughs> みんなそれ言うけど何なのそれえ本当にそう思ってるからそう言ってるってことそれとも なんか裏があるのなんでみんなそれ言うのあゴリゴリに本心なんだリカちゃんが笑顔ならとりあえず何でもええんよああじゃあええか。 えそうでも我慢してて言いたくても言えないからさそういうのってあんまり。 そそうそう。騒ぐ人がいますからね。いやーでもなー。 お話し会とかオンラインだと別に信用してるファンの人には何でも喋ってたんで今までも。なんか聞かれたらね自分から喋るみたいなことはあんまないけどなんか全然喋ってたしこの前もお話し会やったけどその時もなんか。 りし聞かれたことには答えてたからでもね本当にすごいって思ったことがあってその話が一切外に漏れてない、まあ、2割どうして話してるのかもわからないけど例えばツイッターだったり X, か X だったりで漏れてないっていうのが。 すごいだって私結構喋ったよお話し会でその何相手の人どういう人なんですかとかなんか聞かれたけど普通に喋ったのだってあのお話し会は割とそのみんなが溜まってるフラストレーションだったりそのなんかなんだろう 疑問に思ってることなんでどうしてって思ってることを解消してあげたかったのがあったから何でも言言うよって言っててたのだけどなんかみんなでも実際聞いてくることって全然なんかなんだろうえそんなことでいいのみたいな話だったりしたししかもそれもまあ割と外で喋ったら。 書かれるだろうなみたいなこともなんか外には出てないからマジですごいと思う当時 <laughs> でもさ楽しかったよっていうのはちゃんと私に伝わってたからさすごくなんかだからそれがマジですごいと思った そう、これは本当に私が感動した話でだからうちのママも「よかったね素敵な人たちに押されてて」って言っててでもすごいんだよマジでだって結構喋ったのよ <laughs> どんな人な人のみたいなとかなんか「年上ですか?」とかさ結構喋ったけど何も誰もそれがすごいなと思ったりか <laughs> ちゃんの顔見たら「聞くのやめた」となったなんで でも全然聞いててくれてよかったんんだよめちゃくちゃゃくなんかその外からなんか「誰?」とか「何?」とか言われるのってマジうざいけど外の人がね言ってくるのは。でも今まで応援してきた人たちが気になるのは普通のことじゃないって思うから。 なんかそこに応えないのはちょっと私も不義理だと思ったから全然良かったんだけど。 個人的にはプライベート領域のことを聞く方はいないと思って聞く人もいた,いたけど別にでもそれは普通のことだと思ったしただそれがちゃんと言われその外に出てないっていうのが私はポイントがでかいと思う。 危ねえったみたみいなのはな,んかない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 割とちゃんと全部答えてた気がするな特に私そういうのさなんか台本用意されるの嫌いなのと一緒で <laughs> なんかこう答えようとかあんま考えないようにしてるからなんか考えてた方がなんかより分かんなくなってパニクっちゃうから。 想定問答的なのさえないし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 ないですねなんかだって別に何だろう考えておくようなこともなかったし <laughs> 別に聞かれたら答えればいいやって思ってたぐらいのテンションだったから。 そうだから全然ねしたくないかも、うん、そうそうそういう人はね別に聞かなくていいから嫌だなって思ったら閉じたらいいからもう私はこれだけはほんと徹底してるので外では言いませんただあのその時聞かれたから言ったよっていう話をしてるだけね 根は真面目だから <laughs> 根は真面目うんさすごい言われるそれ私ね真面目なのかななんか変なところが完璧主義なだけだと思ういや真面目真面目というか真面目なのかな なんか自分がこうしたいって思ったことが覆るのが嫌だ正確に言うと。なんかこうしたい と思ったことが、すごい、なんか、そういう、こう、なんだろうな。のにならないと、結構、嫌だなって思っちゃうかも。ええー、ねえ、まだ、やば、2時にやめようと思ったけどね、あと5分しかない。<laughs> 相手してよねえ。<laughs> ねえ。<laughs> 相手してよ明日仕事ねえ、明日仕事,、ね、え明日仕事休み <laughs> 休んで <laughs> 大丈夫 仕事です休んで <laughs> 仕事だっけ大丈夫 <laughs> お。どうされましたか吸水してほしいって私の加湿器がちょっと待ってるね <laughs> 喉切れててさ乾燥させないために 加湿器炊いてるんだけど給水してほしいって言われちゃったどうしどうしようかなちょっとあとあとでやるから待ってて待ってるんチカチカしてる今起きたよダメ こえー、っと実質寝落ち通話 <laughs> <laughs> ここね2割の頭に一つの疑問が浮かんだあれこいつ人妻だよな <laughs> かもしれない。うん、嘘。嘘でした。壮大なエイプリルフールです。<laughs> 壮大な。うん。と思っといて。てってれ。<laughs> <laughs> 謝罪あん行くか壮大だ <laughs>。出てれ。 いやだってだってさ本当は2時にやめようと思ったのだけどちょっと無理だった喋りたいことがまだある2時半までいけるえてかなんなら2時じゃなくて1時半にやめようと思ってた <laughs> えだって10時ぐらいから始めたでしょ10時 1>, 1個前の配信が10時半ぐらいから始めてだからまあ1時か1時過ぎぐらいに終わるかと思ってたの無理だった <laughs> だって寂しいじゃん夜はさどう ね無理 <laughs> な時もある <laughs> 違うよ人妻じゃないよやめた人妻 <laughs> うん、やめちゃった <laughs> うんやめた新婚、やめた早くないやめた, <laughs> やめた, <laughs> やめた こういうかわいいめんどい女 <laughs> 好きだわ。めんどい女認定されててクーサです。やめれるもんなんだね <laughs>。やめようと思えばね。うん、私の心次第だから。 便利だな <laughs> なんかねやっぱね全然 <laughs> なんか私もそうなんだけど <laughs> その <laughs> ねえこれんて言ったらいいんだろうな実感が湧いてない。 うん、湧いてないうんだから不思議な気持ちになるしなんか生活自体も変わらなすぎて。 別に配信を制御してるとかもないしうんやっぱそこが縛られてないっていうのが私は結構ストレスフリーなのかもしれない配信できないのが結構しんどかったりするから なんかそういうのが全くないので割と楽しく生きてるっていう。だってでもさ見ててわかるでしょ楽しそうじゃない私。 だってこの時間に配信してるんだぜ <laughs> やばすぎんだろしかもウキウキでな <laughs> だって一時にやめようと思ってたんだよ まあ行って1時半かと思っててそしたら見てもう2時 <laughs> <laughs> どうなのこれは。うん 映画よより長いよで実質まあ間に歯磨きしたのを挟むと <laughs> えっと10時あれさっき何時からやったっけ10時40分とかだったか 飯食い、今から太るよデブデブデブリンになるよいいのいいの <laughs> いっか 私もでもおな塗ってるでもこれはね消化音なのよお腹空いてるわけではないスープ春雨だから、うん、まあ春雨ならまあ実質ゼロカロリーかお腹空いてきたじゃあいいよ今日はなんか食べな許してあげるいかが <laughs> なぜならこんな時間まで配信をし みんなの寝る時間を引き裂いて、えー、遊んでるのは私だから。<laughs> みんなとベッドを引き裂いて。食べななんか。 優しいな今日はね太んないよなぜならリカの配信でカロリーを使ってるから 適度な運動見てるだけなのに消費しちゃうの最高か でもね私こう見えて怒って私こう見えて怒ってるな <laughs> ん <laughs> <何>で <laughs> えっと なんでかというとやっぱみんなのが何か食べるじゃんそうするとコメント打たなくなるじゃんそれは嫌だからやっぱだから打ちながらコメントを打ちながら食べてほしい。 うん、私をおろそかにすることを許さない一瞬たりとも理フ <laughs> リカ姫をおろそかにしたらどうなるかみんな分かってるでしょコメントを絶やさずに食事するしかないそういうこと。 ああ寝るという選択肢はありませんなぜならあくびはしていますが全然眠たくないから配信は制度して聞いてるよ。 うーんでもやだコメントしてくんないと <laughs> リカ様<の>が <laughs> せっかく配信してくださってんの寝ることはないです寝たくないなら致し方ないあくびありとう あくび眠れるわけではないねなんかあくびしたらさ眠いのとか聞かれるけどさ全くそんんななことないんだよねあくびって脳に酸素が足りないから過剰に取り入れようとして出るものだから別に眠いからじゃない。 酸素取り入れてねうんしゃべりすぎでお部屋が酸欠そうかもしれないむしろ起きようとしてえそうだよえ確かそうだったはず雨すごい雨降ってる明日雨だるいなあ明日。 撮影なのに雨やだな明日雨なの関西は荒れてるあ関西は荒れてるだけ他は別にってこと 晴れてほしい新潟も雨降ってる雨降らないでほしいね1回目が雨になってみんなに降り注げばいいのにね <laughs> ねえ <laughs>。 今のは「正しいね」だよ。<laughs> それならいいよそれなら。ねえっ,、ね、ってなんで今日はすごいなんかねえって言われるけど。な何なのそれそれ,それ何えミみつるさんもねえって言ってるんだけど珍しいや。いつもギョイ ギョイギョイステーキなのにはやらんあ、はやらせたねえってあ <laughs> 私が言ってたからってこと <laughs> 言ったかもねえって <laughs> マジ便利これあだからこの前の配信で言ったか言ったかも <laughs> ごめん忘れてたそうだ私が言ったんだ <laughs> そそうだそうだ、だ、忘れてた大体さ大体において配信ってさすごくさこう適当脊髄脊髄反射だからさ 脳を経由したらスピード落ちるよねそう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 なのよでも私のような INTP の背負いすぎる系女は 適度に適当にという言葉をやっぱ頭に置いておかないとマジあれもこれもどれもそれも一生懸命にやりすぎてパンクするからなんか手抜くところは抜かないとそうだから私のモットーは適度に適当に。 優れてるからできるさえまあね噛んだけはいいねマジで噛んだけはいいマジ噛んで生きてきた今まで生まれて生きてきたこの 26年間私は勘だけで生きてきたリカさんは全く適当ではないよう、ね、にあちゃんとやるところはやるよ顔もだよ 顔もいいよね。<laughs> 最近福島の会津若松のおじいちゃんおばあちゃんに「かわいいねー」って言われまくったから自己肯定感高い <laughs>。マジありがとう会津若松ほんとに。 なんかでも、ちゃんと見たら可愛くないんだけど <laughs> あんまりそういうこと言うなよな。ちゃんと見たら可愛くないんだけどなんか薄めでチラッと見たら可愛いよね <laughs> 私って。 赤ちゃんは可愛いよ顔顔だよまぁ、あ、でも実際に会った会ったことがある人はどうだろうわかんないけど顔一番反対？ 嬉しいありがとうスーパーかわいいのよじゃあさ じゃあやっぱりダメじゃんこんなにじゃあさ可愛い,い子をさ手放しちゃダメだよみんなはそのなんかあれに入ってる人いるでしょそのゾーンに。 あまあ、なんか俺がいなくてもみたいなゾーンに入ってる人いるでしょうダメだよ <laughs> ダメだよ しそうそうしてくださいこんな <laughs> ねこの時間にさこんな配信してる人なんなの <laughs> 卒業してからさらに好きになった うん、卒業してからの方がねなんか心にゆとりを持ってるようになったから、ね、割と楽かもね「なんなの?」はここ半年も <laughs> そうだよねうん「なんなこの子は何なの?」って。 なるよねうんそうその違和感をだんだんと愛に変えていくのが私のお仕事キュロリン <laughs> 雑談が無限に広がって <laughs>。決して中身はないんだけどね。二時二十三分。が何なの。え。二時二十三分って何かの日。二時二十三分って何。何の、何のやつ、それ。 富ハ <laughs> 月ハハハハハハハねそれほんと面白いからやめてもう <laughs> それマジでおもろいんよ それだけはい、はあ、じゃあみんなも眠そうだしはに終わってあげます。 加湿は絶対してね加湿はするあの吸水してくる吸 <laughs> 水しん吸水するねそうこの加湿器は偉いんだよ私に何度蹴られようと <laughs> 何度八つ当たりされようと 私の空間を加湿してくれる大事なお友達 <laughs> <laughs> 幾度となく私に八つ当たりされようとそう頑張ってるんだよそうまるで2割 <laughs> いい子なんだよ そんな加湿器のように私は <laughs> それなんだっけなんとかのように私もなりたい <laughs> そう丈夫。 マジで丈夫い、はあ。明日は撮影なのでちょっと時間が読めなくて夜できるか分かりませんだがしかしやりたいなとは思ってるで明後日は 何の日ですか <laughs> ちょっと思ってませんが多分できるですはいそういう感じです 撮影晴れるといいですねわ撮影はねマジで晴れてほしいけどでもまあほぼ室内だからいけるでしょうっていう感じですね。はい。そのような感じで。 そそろそろ終わりますかね皆さんも寝る準備してくださいねすみません長々とお話しいただいてありがとうございましたえー、7位がステラさん6位がダイヤモンドたけさん5位がと吉さん6位が茶太郎さんえー 違う六位が竹さん、五位が元木さん、四位がチャタローさん、三位がリュウジさん、二位がフォッカーさん、一位がテルモキバーガーさんです。はい、ありがとうございました。ちょっとまたね、あの随時やりますので。 よければ見てください出し日もインスタあげるのでいいねコメント最近サボりがちですよね私見てますよ <laughs> しっかりしてくださいねありがとうございました今日のプリプリはえーっとプリ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 リ Puni 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 ni Puni 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 ni